鳥取県全県区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。定数は廃止に至るまで4。1950年公職選挙法施行以降から廃止までの区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。 当日有権者数、46万7413人。投票率 73.、73.70%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、45万7441人。投票率 84.、84.00%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。 45万1202人、投票率 85.、85.88%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、44万7237人、投票率 79.、79.54%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、43万5983人、 投票率 84.、84.88%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、43万2606人、投票率 83.、83.58%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、42万671人、投票率。 87.87% 87第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。40万1928人。投票率 84.。84.21%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数。39万3266人。投票率。 81.88%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、367。608人投票率 80.、80.36%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、366,006人、投票率。 80.91%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。36万4353人。投票率 80.。80.32%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。35万8714人。投票率。 83.13%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数35万547人、投票率82.32%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数34万1304人、投票率 83.69%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数。35万569人。投票率 84.。84.58%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。32万6015人投票率 80.。80.10%。 第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数326,614人、投票率70.14%。ありがとうございます。